こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しておりますコラボズの江川です。動画を上手くなるにはどうしたらいいですか。よく聞かれる質問なんですが、動画にはいくつものパートがあります、ね、撮影もしないといけませんし、編集もしないといけないし、撮影の前にもいろんな案っていうのをね、練らないといけないんですけど、今回ちょっと撮影に関して日々できる練習というところでお伝えしたいなと思います。それはですね、自分が家から出たり、そして仕事に行く途中であっても、iPhone のイヤホンマイクっていうのがあると思うんですけど、それを使いながらですね、街の実況中継しながらやっていくといいかもしれません。結構私もやります。それ何かって言いますと、街の変化っていうのがあるんですね。今の時期であれば桜のつぼみが非常にこう大きくなってるとか、ちょっと咲いてきたとかね、ゴミがないとかね、なんかこう見てる位置がいつも目的地のところに行くだけではなくて、少し、撮影しながら解説をしていくっていうところをやっていくと非常に動画が上手くなります。これ実は古舘伊知郎さんもこういうようなことをやってたということをヒントに、私も日々やっております。ぜひ興味があったら試してみてください。レッツドーガー。